さん、おはようございます。現在5時半。母ちゃんからなんかメッセージが来てる。今ね、空港に向かっとるって。なんか朝から二郎さんがトラブっとるらしいよ。よし、準備するぞ。はんちゃんの朝ごはんはドッグフード、和の極みってやつ。ドライのキャベツ。で、あのは人参嫌いなんで人参抜いてあげます。絶対食べません。これもドライのかぼちゃミニ。で、最後がこのささみふりかけ。ペティムのささみのふりかけのね、粗めのやつ。これが好きなんです。よし、完成。あのご飯。はい、待て。よし。いいよ。あらら。わがままタイム来たよ。あんちゃん。ガオーじゃないよ。ご飯食べてください。はい、おいで。おはようございます。パジャマ脱ぎますよ。やめろやめろ。おはよう。パジャマ脱いで。うん、ギャブガバギャブっちょ。はいはい。よく脱ぎました。二人だけのあのでーす。母ちゃん朝ごはん食べます。いつもは母ちゃんと一緒にトースト焼いて、バナナ食べてってやるんだけど、もう父ちゃんともうコンビニでパン買ってきました。これは父ちゃんのだよ。飲みますか。アナのはドッグフードあるよ。アナドッグフード食べてください。いただきます。これはダメです。父ちゃんのなんです。これは父ちゃんのだからアナのは食べれません。今日はゴミの日なんで、ゴミを回収します。 アナはそこで見守ってます。母ちゃんがいつもやってくれとるで。アナ、あんちゃん、ちょっとゴミ捨て行ってくる。ゴミ捨て、ねえ、ゴミ捨ててくる。ゴミ捨ててくるだけだから、ちょっと待っとって。あんちゃん、ちょっとごめんね。そうだな、とっててゴミ捨て行ってきます。ゴミ捨てから帰ると異変が。あの、おいで。出ておいで、おいで。はい、おいで。はい、おいで。なんちゃん、出ておいでよ。こっちに。おいで。あ、よし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 。ちょっと様子がおかしいね。いつもと違うなと思っとる？なんでとっちゃんだけなんだろうなと思っとる？ね、あのちゃん、ご飯残しました。今日はね、全然口にしんかった。ね、あのちゃん。ね、お、出てきた。あ、食べる？ちょっと食べれる？これ違いか、これだよ。これはいい？ね、こっちは？はい。ええやん。一口食べてみようかな、どうしようかなと思っとる？でも食欲ないしなって感じ？なんか給食で残されとる人みたいになっちゃっとるよ。あの、父ちゃん無理に食べろって言わんよ。ね、食べれたら食べり。ね。でも、もうちょっとしたらさ、お、食べれるかな。無理だね、難しいね。本当は置いてってあげたいけどさ、まあ、父ちゃん仕事行くもんでさ、片付けていかなあかんもんね。じゃあもういいの？よしよしよし。あ、はいはいはい、よしよしよし。あの、はい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 。はい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 。寂しいだね、あのはね。父ちゃんは、ね、アナのことが大好きです。知っとる？父ちゃん、アナのことがね、大大大好きなんだよ。知っとる？いつも一緒におってくれてありがとう。あ、食べれる？ご飯食べれる？ごめん、今日に行こうか。いや、無理ですね。ちょっと無理でした。で。着替えるまでここ置いとくで、食べれたら食べてよ。着替えてくれね。よいしょ。よし。
れた。偉かったね。もういい？ごちそうさま。よく食べれたね。よく食べれました。よく食べた、よく食べた。出勤の時間です。はい、今から会社に出発します。さあ、エアコンはつけて、戸締まり OK。 今からお留守番です。頑張れる？頑張れる？頑張れるや。うわー、離れたくないじゃん。これが一番きついね。事情がよくわかりません。私はちょっとよくわかっておりません。今日は一日、父ちゃんとのんびりできるんでしょうかって思っとる。そんなことないね、感づいとるもんね、本当に賢いですよね。皆さんのお家のワンコもそうだと思うんですけど、異変があるともうすぐに察知して警戒モードに入りますからね。よし、行くわ。しっぽふとあんちゃん返してきてくるわ。あんちゃん、よしよし、よし、仕事できるね。ね、あんちゃん、お留守番頼むよ。ね、行ってきます、行ってきます。ごめんなさい、ごめんなさい、行ってきます。はい、行ってきます。うわー、うわー、悲しい、悲しい、悲しい。ここからはペットカメラでお送りします。父ちゃん仕事終わりました。父ちゃん仕事終わって帰ってきました。アノのとこに会いに行きたいと思います。寂しい中留守番してたから、いつもよりも甘えてくるかな。ちょっとその辺の反応を見てみたいと思います。さあ、ドア開けます。アノ、ただいま。アンちゃん、ただいま、ただいま。はいはいはい、来ますか、来ますか、父ちゃんでも来ますか。はい、じゃーん。あ、まだだ、まだだ、ただいま。ありがとうね、お留守番頑張ったね。寂しかったね。おー、よかったよかった、頑張れ頑張れ頑張れ。何やっとったの今日は。留守番頑張りました。よしよしよし、父ちゃんちょっと着替えしてきます。はい、一回置いて。はい、着替えてくるね。はい。また回ってきたの。はい、父ちゃんとこ間に合いました。父ちゃんの膝一等賞、アノが一等賞です。頑張りました、頑張りましただよ。よし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 。ただいま。アノさん、今日の晩御飯はこれ。じゃじゃん、博多地鶏さや。これね、アノ好きなんですよ。今日はこれ、缶詰と、和の極みコンボです。はい、あのちゃん、待て、よし。おー、まあまあうまいですな。なんと、食べ、下にポロポロ落としながら食べる。おー、偉いね、拾って食べて。おー、ちょっとちょっと、和の極みだけポイしたね。ポイして元気ですよ。ちょっとまたポロまで落ちたよ。上手に食べてください。うまうまじゃ。ほうほう、おーか。ようこそようこそ。父ちゃん、今日の晩ご飯は、じゃ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 ん、コンビニのおむすびです。海苔バター醤油、塩むすび、これがうまいです。塩むすびうまいです。はい、赤飯おこわ、これも父ちゃん大好き。父ちゃんおむすび大好きなんですよ。でもね、こんな母ちゃんにバレたら、ちゃんとしたもの食べなさいって怒られそう。いただきます。あんなもご飯食べたら、塩むすび、これがうまいな。ケチっとるわけじゃないよ。ケチっとるわけじゃなくて、普通に塩むすびが美味しいの。うん、まあまあ、母ちゃんのおむすびと比べたらちょっと勝てんけど、これでもコンビニのおむすびは美味しいよね。母ちゃんからなんかメッセージした。母ちゃんの晩ご飯はこれ、今日はチキン食べてる。うまそうだね。韓国はやっぱグルメがいっぱいあるからね。向こうでネイルしてきたらしいです。ちょっと大人っぽいよね。
当に韓国の街並み、今日は買い物して遊んでる。父ちゃんたちね、あのスマホのゲームでね、ピクミンブルームっていうこのマンポ系のゲームみたいなやつ、韓国でもあるんだって。母ちゃん韓国で歩いてる。あの、待っとってねって。帰ってこんからおかしいなと思っとる？これも待っとる感じだね。今日はね、帰ってこないんだよ。なんか説明もできんし、心苦しいの。その分父ちゃんが一緒におるからさ、寂しそうな顔しんどいって。寝る時間がやってきました。はい、行くぞ。はい、寝るぞ寝るぞ。はい、寝るぞ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 。早いね、アミちゃん。ベッド来るの早いね。はい、寝るの？寝る準備万端ですか？あの、今日さ、寝不足でしょ。昼間もあんまさ、寝とらんかったもん。あの、いつもお昼寝するのにさ、外ばっか見とって寝とらんかったもんね。ねえ、帰ってくるかな、帰ってくるかなってずっと外見とったでしょ。でもね、今日はちょっともう1時間ぐらい早いかないと思えばね、もう早いけど寝るよ。ね。よし。夜中の様子を見ながらお別れです。母ちゃんが帰ってくるまであと3日